今回ですね、新しい仕掛けとして、定番ナイロン、それと鉄板フロロ、こちらの2機種が出ました。こちら快適若崎シリーズの中で、まあ皆様に本当に取り扱い全長、まあ長さですね、とあとハリスのサイズをセレクトして、仕掛けを作っております。でまたあとこの針ですね、針はもうもちろんサクサスの刺さりのいい針を採用させていただいてます。針なんですけども、まあ、こちら今キツネタイプっていう風になってるんですが、こちらの定番ナイロンの方はキツネシリーズのみです。でこちらの鉄板フロロ、こちらはキツネタイプの他に袖タイプがありまして、号数は、0.5 号から 1.5 号まで取り揃えております。針の号数は両方一緒ですね。一番大きな特徴としてましては、その先ほどあのハリスサイズをセレクトしたっていうふうに申し上げたんですが、針の大きさによって枝数の方も変えております。小さくなればより細くで、まあ、大きい針になればなるほど丈夫な仕掛けに、仕立ててありますので、もう本当に、いつでもどこでも誰にでも使いやすい仕掛けになっていると思われます。まあ、使い分けですね、まあ、フロロの仕掛け、ナイロンの仕掛け、皆さん結構悩むところがあると思うんですね。どっちを使ったらいいのっていうふうに迷うことがあると思うんですけども、まあ、もちろんフロロの仕掛けというのは結構もうしっかりとした本当に頑丈な仕掛けになってますので、まあ、読んで字のごとくですよね。鉄板で、まあ、まさに入れ食いの状態、例えば朝一の食いが立っている状態状況ですとか、まあ、1日通して本当に500以上1000匹とかに、まあ、今だったら2000匹とか、そういった状態今日の時にはぜひこちらの鉄板フロロを使っていただきたいと思います。若崎ってまあ朝一でずっとね一日中食いが立ってるってことは本当に状況がいい時だけなので、まあ、例えばこう日が上がってですね、食いしぶりがちょっと出てきたなって言った時にはよりこうナチュラルに餌の動きを演出できるこちらの定番ナイロン、ナイロン仕掛けの方をセレクトしていただく、まあ、こんな使い分けがよろしいかと思います。針の本数ですね、鉄板も定番ナイロンもこちら5本針、6本針、7本針と3パターンあります。で、針の大きさが 0.5 号から今こちら1号なんですけど 0.5、1、1.5、 これも3パターンありまして、まあ、こちらの定番ナイロンもそうです。で、袖針、先ほどこちらの鉄板の方には袖針もあるというふうに申し上げたんですけども、これも 0.5 号から1.5 号まで揃えております。こういったドーム線でも本当に取り回しのいい設計になっております。でお店行っても結構2メーターの仕掛けとか 1.5 メーターの仕掛けとか結構迷われると思うんですけど、もうドーム線とか結構コンパクトな釣り場に行くんだったらぜひこちらをセレクトしていただいて、現場に持って行っていただければなというふうに思います。ぜひですね、ワカサギ釣り始めようと思っている方、または始めて間もない方、ぜひこの仕掛けおすすめしますので、お店に行ったら定番鉄板こちらをお買い求めください。よろしくお願いします。